扉、扉、ドア、A、ドアとは一般に、建物、家屋などやその内部の部屋、自動車、鉄道車用、航空機などの乗り物の出入り口に付けられる建具である。ととも言うが、扉は開き戸、とは、引き戸のことを指すことが多いドアという言葉も開き戸に、対して使われ、通常は、引き戸のことは、ドアとは言わない。 人や物の出入りを主目的しない建物の開口部は窓に分類する。人や物が出入りをするフランス窓、吐き出しなどをどう分類すると良いかは業界や立場によって異なる。扉に取り付けた飼い犬や飼い猫などが通るための押し開き式の小さな扉はペットドアという。自動車業界では室内の扉や棟をすべてドアと呼ばれ、後部のハッチや後部座席の引き戸もドアである。 カメラなどの小型のものの開口部もドアと呼ばれる場合もある。なお、収納用の家具で物を出し入れする部分に取り付けられる開閉式の板も扉という。戸棚、押し入れが典型的である。扉は壁の開口部を閉じたり空間を他と遮断する役目をする。扉は建具のうちでも人や物の出入りに伴って頻繁に操作される部分であり、 そのため開閉には多くの力を必要としない構造上の工夫が凝らされる。その一方で建物の内外を遮断するという目的においては必要のない時には開け放たれないようラッチ状の留め金が組み付けられたり鍵などによって閉鎖する機能を備えるものも多い。こういった扉の機能は主に内外を隔てるものであるがその理由は様々である。一般の住宅 建築物では、風雨や動物、望まれない部外者の侵入を阻むものであるが、乗り物では逆に移動中に乗っているもの、乗員内しもの、貨物が外部に飛び出さないようにするためにも設けられる。エアロックのように、内外の気圧さ、圧力さを保持するための扉もあり、これらは、建物や乗り物を容器とみなすならば、その内外を隔てる一種の弁としての機能を果たす、ものと見ることもできる。 扉は必要性に応じて様々な機能性が追加される場合もある。前述の鍵がその最たる例だが、鍵そのものが強固でも扉が簡単に破壊されては閉鎖のようをなさないため、今年ウ人が自由に往来する庫外と屋内とを閉鎖する必要性のある扉や内部に貴重な物品を収める扉は強固に補強される。一方で、 自動車の扉のように交通事故によって変形しても開閉するという気が妨げられないよう強化された構造を持つものもあり、また自動ドアのように自動化され機械的な動力を利用する扉もあるなど必要に応じて様々な扉が利用されている。玄関など出入り口に設置するドアの場合には超広角の特殊レンズによって外にいる人を見られるようにする。 ドアスコープが取り付けられていることがある。玄関や部屋の扉では、建物あるいは部屋の中の人を呼び出すために扉に、ドアノッカー、扉を叩くための金具や呼び鈴、ドア本などが取り付けられることもある。また、玄関扉は建物、集合住宅なら部屋の内側から外側へ押す、構造の開き度が多い。扉の基本的な構造、動作による分類。 蝶津街で止められた部分を軸にこう描いて開閉する。現代の建物では、ノブを回して開けるものがほとんどである。蝶津街の発明以前、発明後でも伝来していない地域においては、との一端に、軸材、とぼそ、くるる等と、故障を通したものも存在した。片平木戸と両平木戸があり、突き上げて支えているとが、突張後、突き上げ度、両平木戸は、 観音開きと言われる。溝やレールに案内され、左右に塔をスライドして開閉する。自動扉、自動ドアも引き戸である場合が多い。引き戸を開いた時の収納スペースを戸袋という。戸袋を持たないものも、気候的にはもちろん引き戸の一つと言える。鉄道車両では一般的で、路線バスの中扉でも使われていることが多い。上吊り式の引き戸もある、釣りと。 国鉄機動車など、レールや溝の上を直線的に移動する単純な引き戸に対し、リンク機構で扉の動き、軌跡を変化させるものは、プラグドアやスライドドアと呼び、区別することがある。また、プラグドアには、右の写真のような引き戸タイプのものもあるが、航空機や観光バスなどに見られるリンク式を指すことも多く、それらをグライドドアと呼ぶこともある。 マグチの取れない場所やバスなど特に都市新バスノンステップバスの前扉に用いられている開き度と引き度の長所を組み合わせヒンジに当たる回転軸、支点がリンク機構で円弧状に移動するタイプのものをクライドスライドドアと呼ぶ扉の可動部に人が立つと開かなかったり事故の原因になるため立たないように色を変えたり注意喚起をしている場がある家庭では ユニットバスの出入り口によく用いられる。移動手段としてのバス、主に前扉に使われるが、近年のものは路線バスを覗き前扉に蒸気グライドスライドドアを採用したものが多いや、一部の鉄道車両、主に特急用主体の乗降口にも使われ、車体構造やスペースの都合で、戸袋を設けることができない場合に採用される。バス車両、 中扉や一部の客車においては折り道を二つ、組み合わせた四枚折り道も存在する。回転軸を中心に2枚から4枚の扉を放射状に設置し、それが円筒形の風除室内で回転することで、室内と室外の遮断を維持したままの出入りを実現する。他のドアと同様、手動式と自動式がある。安全のために極力軽量であることが望ましい。 冬の寒さの厳しいヨーロッパで誕生、発達した。日本では空調効果を高めるために、大型商業施設や超高層ビルで導入されることが多い。体系化や大円型にすることで、車椅子の出入りに配慮したものや、引き戸と組み合わせて、自動車など、大型物品の搬入を可能にするもの、非常時には扉を畳んで出入り口を開放することのできるもの、 個人認証などと組み合わせたセキュリティ用途のものなど様々な種類がある。回転扉を導入する利点としては建物内の密閉性を維持して冷暖房の空調効果を高めることと外から吹き込む風によって建物内の部屋のドアが開きにくくなる現象を防げることが挙げられ、また東京ドームのような空気膜構造、室内の気圧を高めて 屋根のドームを膨らませるのドーム建築物にも内部の空気が漏れにくいように通常の出入り口用に回転扉が用いている。日本では2004年3月に六本木ヒルズ森タワーの自動回転扉で発生した事故以降にヒルズをはじめとして自動回転扉をスライド式自動扉に改造するなどして撤去する例が見られる。引き戸の操作性を持つ 開庫タイプの扉で引き台スペースを確保できない場合などに使用される。開き方は前述のグライドスライドドアに似ているが、視点にリンク機構はなく、レールなどで直線的に移動する。そのため、開いた状態では基準となる線、扉の平位置の両側に扉が張り出す。以下は扉を動作させる動力の有無による分類。主に電気を使い扉を開閉する扉で、 ここまでに述べたすべてのタイプの扉には、自動扉が存在する。自動ドアでないことを強調したいとき、手動ドア、手動扉ということがある。以下に付与された機能から分類されるものを挙げる。非常口の扉は、内側からは開き、外側からは開かない構造にしている。内側から開ける場合に、ロックを外す方法として、大いを取ったり、割ったりする必要のある場合がある。 初めて訪れた建物は、非常口の扉の仕組みを確認しておくとよい。火災に際して、火災放置機などと連動して、自動的に閉鎖される、耐火性のある扉。煙熱を遮断して、炎症を遅らせ、また煙を遮断することで避難者の安全を確保する。閉鎖しても、人力で開閉できる、あるいは人が通り抜けられるよう小さな扉が取り付けられるなどしてあり。 避難者の避難を妨げないようになっている。災害などパニックが発生した場合などに、広い開口部に切り替えられる扉。大規模な災害の際には、出入り口がボトルネックとなって群集事故に発展することもあるが、パニックオープン、機構、機能、システムを備えたこれらの扉は、防災設備の操作で電磁ロックが外れ一斉開放されたり、内側の手すり状のハンドルを押す。 体当たりでも構わないことで開けされ、建物からの脱出を容易とする。普段動力で開閉される自動ドアでも、同システムを備えたものでは、扉左右の引き戸ごと外側に開放され、通常の倍以上の開口部となるものも見られる。なお地震などで、建物が歪んでしまった場合、扉の開閉に支障をきたす場合もあるが、パニックオープンなど、被災時を想定した扉では、 多少の歪みでも開閉性が損なわれない強化されたものもミられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。